ゲームセンターにいたけど、アイラさんはゲームをすることが好きなのかな？うーん、普通です。別に好きでも嫌いでもないです。じゃあここには何の用で来たの？ポテテさん探してました。やっぱり迷子じゃないか、ポテテ。お前の方が迷子じゃないか、お前。どういうこと？アイラさんの方も探してたんだ。はい、うっかりポテテさんを抱き上げずにジェット噴射をしてしまいました。うっかりうっかり。その靴どうなっているの？これはアイラの初期装備ですので、他の靴の比較ができないので、ちょっと初期装備って。ジェット噴射できる靴を初期装備ってなんだ、お前。お前、赤さ博士の親戚かなんかか、お前。最初にもらった靴がこれだったみたいな感じで言うな、お前。この話はとてもあまり重要ではなさそうかな。あとは、じゃあ次、これ。ポイズさんはアイラさんのペット？いいえ、友達です。友達？なんかその言葉聞いたらちょっと心に響く気がする。はい、ポテテさんはアイラの友達です。ほう、友達ね。どこで友達になったの？どこかの公園で私が雨に打たれていた頃、ポテテさんに助けてもらいました。アイラさんの方が？はい、アイラは家なき子ですので。おい、ちょっと待て、いきなり重い発言されたんやけど。はいとか言うさ、すごい元気な声で、すごい重たそうな話をし始めたんだけど。とんでもない情報だけど、突っ込みにくいところだな。そうだよな。多分アイラさんのことはさ、何を突っ込んでもさ、突っ込みにくいところなんだろうか。そのなんで顔を隠しとるという話も含めて。他にお友達はいるのかな？いいえ。アイラはまだそんなに生きてないので、初めて会ったのがポテテさんでした。そんなに生きてない、どういうことやねん、お前。これこそ詳しく聞かなあかんねないか、お前。あまり生きてないって？はい、アイラまだ生まれたばかりなんです。それは一体どういう意味で？あまりありのままの意味ですが、ちょっと気になることだな。一応覚えておこうかな。どういうことやねん、生まれたばかりって。生まれたばかりで、そのスタイルなんてこった。モデルになるために生まれてきたみたいな感じじゃないか。本当に人造人間なのかと思ってしまうような。何の生まれたばかりっていう情報が出たんか。まあ、いや、どんどん話。アイラさんはどこに住んでるのかな？どこにもいな、どこにでも。土管の中でも魔力か、お前は。それは人間としてどうなのかな。アイラ、普通とは違うらしいので、変なこと言ってるかもしれません。常識が通用しなさそうな感じっていうのは、喋っててわかるような気がするけど。普通じゃないっていうのは？アイラは生まれも育ちも普通じゃないです。でもどうでしょう。自分でも分かってない。俺に聞く？あなたもおかしいですね。うわ、ちょっと待って。あて、そんなに立てない人におかしい扱いされてる、ナナシ君。まあ、ナナシ君はどっちかって言ったらおかしいタイプの人間だけどね。よく言われるよ。普通じゃないか。少し気になるな。常識が通用しない相手ということはよくわかった。普通じゃないか。俺もよく言われるけど、なんかアイラさんは違うベクトルに普通じゃない気がするな。そうですね、あなたはアイラから見ても普通じゃないですね。上級だね。なんだこれ。まだ少し少々親密度が足りないでしょうか。警戒心のようなものは備えているように思いませんが、前回のことを思い返しつつ話を進めましょう。今の話ならできますよ。生まれたばかりの話気になりますね。詳しく聞いてみませんか。生まれたばかりね。あまり生きてないって。でも俺たちと同じくらいの年齢見えるんだけど。はい、
うん、設定上ではそうです。設定上ってなんだお前は設定上ってなんだお前は、設定上でもあなたなら分かるのでは。え、心読めますよね。おいと会うのは初めてだよね。心読めるってなんだ、心読め、え、いや、心読めるってなんで分かるんだって話。なんとなく超能力者かな。アイラはアイラです。そっか、最近はみやみやだらと読んでないよ。ミサイちゃんにも怒られちゃうし。なるほど、死に控えているということですね。ちょっとその言い方は良くないけど、うんうん、そういうことかな。否定しないんだな、ナーシ君。ナーシさん、そんな風に私を見ていたのですか。突っ込まれてるぞ、ミサイちゃんに。突っ込、なんか変態を見るような目で 見られてるぞお前。あ、でも俺は地球上で最弱だし、誰の死にも控えてるよ。座布団かお前は。その言い訳は理解しかねますが、相手の心を開くというよりはこちらが相手にどう合わせられるかのようですね。あぎたかくんみたいな感じ。俺がなんだって。いや、あぎたかさんとはまた違った感じですので。あぎたかさんは今の呼び、今はお呼びではありませんので、ポテテさんと遊んでいてください。おーおい、アイラにはあまり変なことを突っ込んだりするんじゃないぞ。あいつ、そいつ正直者だからな、何でも言っちまう。マジで。じゃあバストサイト、ほらお手ワンタッチン、ついてねー。お、マジだ、こいつメスじゃん。メスメスなのこの声で。メスだったんですか。ずいぶんショックだった。ポジティさんは秋田さんに任せて、ナイスさんは続きをお願いします。ミサイちゃんもポジティさんと遊びたそうにしてるよね。大丈夫です。早くアプリについて聞かなければなりません。でないと私、理性が吹っ飛んで犬を抱きしめてしまいます。頑張るね。アイラさん、さっきは何をしていたのかな。殴り合いですね。ストレートに言っちゃうね。アイラさん、全然そういうことをしそうにないけど、どうして。俗に言う喧嘩を売られたので買ったというやつですね。マジか。戦うの大好きか。やっぱサイヤ人の火を引き継いでるのかお前は。喧嘩はいつも勝てるのかな。売られたのも買ったのも初めてです。とてもいい経験でした。レベルアップです。うわ、これ実績解除ぐらいのことでしか考えてないわこいつ。この話は特に重要でもなさそうかな。てか、えげつないことを聞いたような気がするな。じゃあもうちょい話を聞こう。あれ、さっきのやつ見てたんだけどさ、相手の男の人を一発でノックアウトしたよね。そうです。顎のあたりをこう、そうすれば意識が吹っ飛びます。吹っ飛ぶんですよ。そんな吹っ飛ぶことを強調せんでもいいから。それだけ。そうです。アイラ、人間なので他に何か使うものなんてあるのですか。あるよ、ワンパーデッドっていうさ、違法アプリがあるんだよ。あれ、あー、ちょっと待って、こっちか。アプリの存在、これはワンパーデッドっていう遊びがあるっていうことであって、それに違法アプリが使えてるっていう、こっちのアプリの方か。あ、違うんかい。あれ。こういうアプリがあるんだよって見せるもんかなって、そういうわけじゃないんだ。あ、これは見たな。それだけで詳しく聞く。何か特別に着てたりすることはある。いいえ、アイラか弱いです。お兄さんはムキムキですが、アイラは違います。お父さんか。お父さんはか。お父さんいるの。電気帳そう呼んでるだけです。やっぱ博士が。自分のことを作った博士的な人がおるんか。アガサ博士か。そのローラーの、あのブーストの靴もそうなんかな。そっちも気になるけど、期待もせずであのパンチ力か。女の子であんなことできるのかな。アラレちゃん的なポジションかな。そう言われたら地球割れるかな。
でも売られたからって安らく買っちゃいけないよ。アイラさん女の子なんだし。はい、アイラは女の子です。うん、そう、美少女です。自分で言うな。あと美少女だったら顔隠すな。とかぶり物してるから、そのことについては俺はちょっとわからないかな。違う、心を見てください。アイラ心も美少女です。人の心は見えないから美しく見えるんだよ。その紙袋は取らないの？恥ずかしい。そう、恥ずかしいので。そうなの。そっか、恥ずかしいなら仕方ないね。はい、仕方ないです。そう、謎が、ほんと謎が多すぎるわお前。なんか口を開けば開くこと謎が増えていくようなシステムやお前。ポケットを叩いたらビスケットが増えていくようなシステムみたいな感じになったの。なんじゃそれ。自分でよくわからん感じ。ミステリアスワークは見されちゃうもん。怪しいけどさ、それの数段上のおるぞこの女。アプリね。じゃあやっぱこのタイミングでないか。人間ですっていうところで使えばいいんだよこれ。今のやつ普通の女の子だったらああいうことは、ああいうことは思うんだけどさ。でも今は出回っているらしい違法アプリを使えばできるらしいんだけど、それは知ってる？はい、先ほどの方々が申されてたアプリのことですね。ワンパンデッドですね。まあ、本当に正直言う答えなかったこいつ。アイラさんもそのアプリを使ってそのワンパンデッドをしてたってことでいいのかな？いいえ、アイラはアプリを使用してません。お相手方が使っていました。アイラさん使ってなかった？じゃあそれでもいいから、それで何か分かったことはある？規則的ではないプログラムでした。ビットフォンに悪影響を与えるものだと思います。そんなこと分かった？つまりビットフォンを通して脳波に干渉、そこから異常な力を引き出すということでしょうか。脳の潜在能力を引き出すようなアプリだったんじゃ。あんまり信じられないけど、つまりはまた管理プログラムが不完全だっていう証明になっちゃうよね。実際ハッカーというものが存在している時点でそうでしょう。ご本人が干渉していなければの話ですが。やっぱりミカドお兄さんのこと疑っているんだね。まあ一度お話を伺いたいところではあります。一応時間があるからの連絡は入れておくよ。はい、ありがとうございます。そのアプリを利用していた方々を見つけた方が見つけた方がいいでしょうか。そのアプリってどうやばいんだお前。話聞いてなかったのかお前。いや考えたらわかるだろうお前。あ、そういえばどうやって、どうやばいんだ。利用者だけで自分の持つ以上の力を引き出す、つまりは脳への直接そういった命令をし無理やりですので、かなり本体の方へとも負担がかかるとかと思います。そうだぞ秋田君、お前バカだからわからないだろうけどさ、つまりそういうことだぞお前。ミサイちゃんがちゃんと説明してくれたぞお前。つまり体がそのでっけえ力に追いつかねえってことか。そういうことになりますね。じゃあそのアプリってやつを消せるアプリ作ればいいんじゃねえの。言うだけは簡単ですが難しいのでは。いや、アズネの友達になんつーのウイルスボコスの大好きみたいなやつがいてさ、そいつに頼んでみたら、なんだそのシルミ、なんだシルミボコスの大好きってな。人を殴るの大好きみたいな危ない人間みたいな感じになってる。ウイルスに抵抗できる方ですか。アイダカ君、顔が広いよね。どうやったらそんなに友達ができるのかな。まあ、姉ちゃんや兄ちゃんの友達とか、友達の友達とか、そんなもん。友達の友達は他人でないの。話して気が合えば友達だろう。気が合うたちの達だし、大体は気が合うしな。すげえな、アイダカ君。わあ、七橋君、ちょっと羨ましいと思い始めて聞いてるか、似てかもしれない。なんだよ。いやー、そういうものなのかなーって思って。やっぱお前変だと思うわ。で、この女見つけたんだからお前も約束は守れよ。ピック探してくれ。おお、それはいいが、いよいよ忘れた。ドジっ子め、バカか。お前には言われたくない。
犬頭なめんじゃねえぞ。なら僕たちがその匂いを嗅ぐ必要のあるところまでポテトさんを連れて行きましょうか。おう、早く頼むわ。でも大丈夫か君、配達は。うし、バッグの中にいろいろと配達する荷物が載ってるんじゃないのか。そうですね、じゃあ手に分かりましょうか。ポテトさん、夏ケークさんたちととも一緒にアスさんのところへ行ってください。場所は分かりますか。それは分かる。じゃあ行くか。おいてめえ、お名前を歩くんじゃねえ、後ろだろう。なんだこいつ。将軍様ですな。ポテトさんは背後は私がお守りするです。私たちはそのウイルスに対抗できる方のところへ。で、その方はどこにいるんですか。ゲーセンの隣にある倉庫。いつもは怖えじっちゃんがいるんだけど、昼だしいねえと思う。倉庫ですね、行きましょうか。よし、行っちまうぞ。倉庫行っちまうぞ。おったな。お、どうしたお前、なんで右目にドーナツつけてんだお前。よう、おやおや、秋坊ちゃん、こりゃまた何かご用で。いや、その秋坊ってのをやめろって、他のやつらも呼び始めてるからな。いいじゃんいいじゃん、私より年下だし五感も良くて呼びやすいし。はじめまして、俺はナナシ、君は。ミラクルスーパーバスターガール、略して MSBG。 MSBG、 あなたはウイルスの駆除等ができるそうなのですが、その情報は確かでしょうか。よくぞ聞いてくれました。不具合にお困りであれば、なんて読むなこれ、いかがわしいサイトを見つけちゃって、うっかり悪質なウイルスに引っかかった場合でも、私はお助けガールです。なるほど、あのハッカーのウイルスについて調べたデータを奈良さんがお持ちでしたよね。あ、そうだね。でも俺でもなぜか分析を弾かれちゃうし、結構複雑なものだと思うけど。はいはい、トリマー、私見せてください。ふむふむ、どうかな。これはスケベサイトのウイルスは比較にならないほど悪質で強靭で、なおかつ読めないやからですね。そんなにやばいのかお前。アダルトサイトのもそれなりに厄介だぞお前。あ、なんかそう言うたら俺アダルトサイトに入って引っかかっているみたいな感じのことを言うけど違うぞ。やっぱり一筋縄ではいかないよね。ガナナナ、いえ、完全に駆除ができないとしましても、最悪の結果を回避できるまでの対策ができるはず。少々お待ちよ。前のあの強そうな名前のおじさんの時にも不思議だったんだけど、なんであの時に心を読んだりすることができなかったんだろう。ハッカーの方々が何か特別な妨害プログラムを組んでいる可能性は高いですが、ナイスさんの総力すらも弾いてますからね。すべてを弾くプログラムなんて、それこそ管理プログラムに匹敵しそうな代物だよね。年齢層もバラバラでしたし、どういう目的でも厚紙かもまだ判明しておりませんし、てかなんか目的あるんかな。すっげえチームワークなしなんやけどあいつら。その目的、あの人って言ってたからリーダー的な人がいるんだろうけど。コナンですらあの方ってなかなか正体出さんけどさ、このゲーム終わる頃にさ、ようやく出てくるような人なんだろうな。まさか出てこんとかいう話ではないだろうな。やはり上に誰かいて、世界を手中にだとか、神にでもなるだとか目的でこのような事件を起こしているのでしょうか。なんかそこには引っかかるんだよな。あの人っていうのはそれを望んではいないというか、その人は平和主義のような感じがする。どういうことそれ。それはどういった根拠で。ほら、あのおじさんが飲み屋って人が前のことであの人に怒られてるって言ってたし、つまりそういうのは望んでないっていうことだよね。なるほど。悪事を働く方向性の違いで怒られたという可能性もあるのですが。ああ、そっか、そういう見方もあるか。できました。
名付けてハッカーバスターくん、略して HBK。 いちいち略さなくていいよ。ところでハッカーって何です？おい、ハッカーがなんかしやすい。お前そういうウイルスとかそういうプログラムのことで詳しくなったんか。お前、おお、でも実際使ってみないとわからないけど、分作ではなくバスターアプリの方を作っていただけるとは、あくまで簡易的なものですが、常に変則的に変化をするウイルスなので、その変化を抑えることが多分できるものですよ。おお、それはすごいな。制限時間とかついちゃうと難易度が一気に上がっちゃうしね。使用してみないことにはわからないですが、ありがとうございます。これで私のミラクルスーパーバスター伝説にまた一つ歴史が刻まれたのですね。略して MSBD。 伝説って D？ え？伝説 D？ 両方このまま英語に訳したな、お前。じゃあそのハッカーってのを見つけてウイルスを送ってもらえばいいってことだな。いや、それはリスクでかいな。それそのハッカー探してくるわ。あ、相田さん、探してくる。探そうとして探せれるも見つけれるようなもんではないだろう。お前ハッカーは言っちゃったけど、相田君ハッカー知らないよね。私たち二人だけでは少し心もとないですが。あ、じゃあちょうどいいかも。帝お兄さん今家にいるみたいだよ。お話は伺えるでしょうか。帝お兄さんたち聞いたら何でも答えてくれると思うけど。では一度家に戻りましょうか。ヒユさん、いろいろとありがとうございました。失礼します。いえいえ、また何かお困りであれば。ふう、集中すると肩が凝ります。ふっふっふう、これは女子高生の発言ではありませんね。あ、女子高生だったんじゃ。なんかちょっとその割には若干幼く見えるような気がするけど。